ドイツ戦を簡潔に解説します。前半は 4-4-2 のブロックを作った日本です。それに対してドイツはハバーツとミュラー、そして左のムシアラで左右中央のバイタルを作ります。そしてワイドに関してはニャブリと左サイドバックのラーム、これで作ります。2トップに対してはスライド式の3センターバックを作ります。ディフェンスとフォワードの相対的な力関係から4バックが下がります。常に中盤の4枚というのは背後の5枚を気にしながらプレーをする、守備をするという形になりますので、低いディフェンスラインも相まみ合ってですね、どんどんブロックが下がります。ペナルティエリア内でのプレーから PK が生まれたというような形になります。当然押し込められた時には中盤の前のスペースが決定的なシュートレンジになります。シュート、ミドルシュートを打たれると危険なシーンが多くありました。そして日本がボールを奪った時にカウンターの起点というのは低い位置となりまして、なおかつ相手3枚に対して2枚しか残っていないと、カウンターの成功というのも厳しい状況となっていました。後半は久保に代えて冨安を投入して 5-2-3 という形にします。ほぼ相手の 3-2-5 という形に対して全てがマッチアップするような形になります。この5枚のフォワードに対して5バックがそれぞれ対応することが可能になりました。またドイツは怪我で最高のウィンガーであるサネを失っていますし、投入してくる選手も真ん中でプレーすることを好む選手が多く、内側でプレーすることが増えています。5枚がですね、圧縮をして、そして中盤の選手も合わせると真ん中が大渋滞をしてしまうので効果的ではないです。逆に縦突破さえできてしまえば一気に全体を押し込むことができます。特性上中盤のこのサイドというのがいなくなりますので、このポジションから決定的なプレーというのが可能になるんですが、そういったことができませんでした。で、日本がボールを奪えた時に前にしっかりと3枚残しているのでカウンターというのが非常に有効になります。また得点シーンに関してドイツは 4-3-3 で守りますが、この構造上フリーになるウィングバックのウィング化から、フォーバックの弱点であるニアゾーン崩し、そういったところからゴールが生まれています。2点目はドイツが前から集中力を欠いたところで浅野の、抜け出しから完璧なゴールというところで日本が勝利をしました。